ちは松本パッチでございます。セビンです。どうも、セビンとパッチの月刊の子。はい、なりました。リニューアル2回目という。2回目だね。1回目はバイソン松本さんに来ていただいて。はい、まあ、これがですね、リニューアルしなきゃよかったのにっていう展開で終わってしまったので。いやー、こっち側が一番まずいじゃないですか、それは。あのね、もう、ふわふわ。というのもがあるよね。というのも。というのもがあるよね。というのもね。おもてなしするっていう趣旨に変わってるじゃないですか。はい、よかった。そこはよかったですよ。ただもう、今日のゲストに関しては、もう、おもてなしする必要はもう、ほぼゼロ。いやもうでもここはこう引っ張りすぎって言わない今日。そうだね。でも引っ張っていいもん。もうねびっくりすると思いますよ。今日は引っ張って。読みますか読みましょうか。読んじゃいますか。ゲストです。あ、俺無理だ。ゲスト。黙っちゃう。ゲスト出演でこの方です。どうぞお願いします。あー嘘だ。嘘だよ。何？ゲストですよ。ゲスト、ゲストこれ。誰に頼まれたって局から頼まれて手こ入れしてくれってこれこの番組手こ入れしてくれってどれやってくれってどれやってなんとかしてくれとなんとかよくわかります。いやーなんともなんねえともなーなんともなんねえってどういう意味だよどういうここがね習ったことないですよこれ初めてぐらいの一応僕もびっくりそうですよびっくりするほど昔1回だけね似合わねえもんなやったことあるんですけどね似合う似合わないの話じゃないですかいやいやあるじゃんしっくりくるしっくりくるここは本当に1個もしっくりくるこれでもいろいろ聞きたいこともあるしね俺としてはうわー不穏不穏です僕は今もう木村さんには打っていただいて、まあ、プラス3枚出して視聴者さんにプレゼント、はい、で我々2人が、勝った場合は、はい、木村さんに何か景品取ってあげようと、はい、いうことなんですけどでもゴミみたいな景品しかないですよ、ね、そうそうそうほらほらほらまだあれもういきなりほらほらほらそういう色は2年くらいやけどもう2年そのゴミみたいなやつをゴミみたいなやつをかき集めて視聴者に配るから2年くらいやったんだよね決してねゴミみたいですけどゴミではないですなるほど、うんはい、でも選べないですか僕らが決めますからそうかりました、はい、だからもうレビーさん買った時はレビーさんが選んだ木村さんのためのプレゼントこれがいいでしょうっていう、はい、あともう一つ、リニューアルバイソン松本さんの会からリニューアルしてそれです、実践中に呼びはあだ名をねこれですよまあなんか仲良くなろうぜみたいなだいぶ悪いのじゃちなみに普段はなんて呼び合ってるんですか僕はもうね僕レビンさんですよ俺もレビン木村さん木村さん俺もレビンさんレビンさんいや絶対それレビンレビンレビン、レビンですよねえ業界歴はいやもちろんもちろん、ね、大先輩ですよね僕まだあじゃあ何年くらい僕18年目ですああじゃあ俺なんかちょっと長いですで年齢も木村さんの方がいやもう全然、はいはいはい、全然大先輩です年齢全然目っていうの俺もうなんか還暦ぐらいちょ待て待て待て確かにちょっと上です年齢もちょっと上だもう上ですよだから完全に大先輩もっとフランクな感じがいいってことでしょそうですそうですなんかありますかまあまあじゃあ、はい、だ先輩でいいじゃないですか俺は先輩あ先輩先輩先輩でバカ俺バカ、まあまあうん、ハゲハゲってねえからなんで一番おめえねえバカ一番距離感が縮まるバカ頑張ってたんすよね伊藤新さんってやつだもんハゲって呼ばれるの名前出すなよバカじゃんデカ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 じゃハゲハゲじゃんハゲじゃん俺いやーいやーさんいいと思います脱ぐか脱がないよ脱がない脱がないの脱がないよあーもうすげえ汗出たわじゃあデカハゲ先輩でデカハゲ先輩先輩ああ出すあー呼びやすいでも先輩は先輩っつって先輩呼びやすい、はい、一応ですねもう台は取ってありますんで、はい、でね朝あの入場の時に、まあそのまあ、バイソンさんの会を見ていただいて、はいはいはい、あれもうさ知ってる台打ってからさ、うん、もうこれ意味ないじゃんとだから知らない台を打ってこれどんな台なのってみんなで相談するようにやればいいじゃないっつって僕ね一、うん、回も打ったことない台取りましたあらららら触ったこともないヤマトのやつ、はいはいはい、ちなみに俺はエビスマスカッツエビスマスカッツいやもちろん打ったことはないですエキサイト僕もエヴァンゲリオンエヴァンゲリオンエヴァンゲリオンは打ったことはない、はい、まあほぼすっげえ詳しいっすよちょいいっすかすーげー詳しいっすよあじゃあ分かりました移動しろって言われれば移動します俺やっぱりまあ俺マガジンのイメージはやっぱり2人とも詳しい、はい、まあみんなそうですけど、はい、みんな詳しいその詳しくない台を打った時にどうなるのかなって見てみたいんですよああもう俺のもう良さをゼロにするってこといやで分からなければね俺らそうなんです、うん、我々は信頼度とかちゃんと教えますからじゃあ本当打ったことない打ったことないじゃあ移動しますじゃあ、はい、今撮りましたけどじゃあ移動しましょうああ汗がすげえやりましょうやりましょう、はいお願いしますこんな感じで、はいはい、ぜひとも実践の方も楽しみにしてもらっていいですから、はいはい、いつものエンジン組んで実践を開始します、はい
2017年4月現在、今年のやりたくない仕事ナンバーワンです。レヴィンとバチャーゲッツ&ゴー。イエーイ。私は間に挟まれたくない。さあ始まりました、レヴィンとバッチのゲッツ&ゴー。レヴィンとバッチはゲストのために、ゲストは視聴者のために景品ゲットを目指すこの番組。今回は木村家宅を迎えての前半戦。そして彼たちが景品をゲットするために向かった先は東京都世田谷区にあるキングナンバーワン世田谷店。ラインナップは多種多様にわたるスロット207台、パチンコ238台。詳しくはホームページをチェック。それでは私始めさせていただきます。さあ私、先輩の言いつけ通り売ったことないデイを選べということで、宇宙戦艦ヤマト2199サミー参ります。はい、そして、僕はですね、これ G1 ダービークラブ、これもほぼ打ったことありませんので、こちら打っていきたいと思います。じゃあ私はエビスマスカッツ、さっぱりわかんない上に興味もない。最後興味は持ちましょう。だから座ってんだから出玉にしか興味がない。さあ、さすがやっぱ期待値を追い続ける男っすもん。お前どんな闇ってんの、ふざけんなよ。ちなみにお二人はエビスマスカッツは、打ったことないですね。ないですね、はい、頼れる人いるでしょ。ただおそらく確かニューギーさん、エキサイトさんだったと思うんで、はい、まあ、雰囲気で大体わかります。雰囲気でわかる、はい、こっちも伊達に何でもやってないんで。これボーナスはあるんですか。ボーナスはありますね、多分。そっから多分か。疑似ボーナスみたいなのがあるか、本物のボーナスみたいなのがあるか、どっちかのパターンですよね。ヒントさえもらえれば大体わかります。今ブドウ引きましたけど、ブドウ、まあ多分ですよ、はい、多分ラブジョーをこすってると思うんですよ。なんでおそらくチャンス役ですよね。なるほど。だから今急遽決めたようなとこあるからさ、事前の勉強もしてないしね、はい、携帯サイトも見てないしね、今ね、全然わかんない俺も。携帯サイト禁止らしいですよ。あ、禁止なんですね、はい、先輩の言いつけで、はい、なんかすげえ儲かってるから嫌いらしいです。俺今欲しいものは新しい番組と美少本のイベントとマガジンのあの携帯さん。そもそもなんですけど、新しい番組まだ欲しい。欲しい。本当だね。欲しい。それ逆に欲しい。そこが一番意外だわ。じゃあ俺降格に行ったよ。降格ってなんでわかるんですか。いや、で表示されてんだよ。出てる。V アタッカーが開けばチャンス。ラスト12ゲーム。あ、おい、チャンスゾーンだ。そう。チャンスゾーンだそれ。V アタッカーさんどこにあるんだこれ。ちょっとよくわかんないです。V アタッカーが、俺これは下か下か。これか、これヤクモンか。これだ。おー、どうなってんだおい、ゲーム数が俺357ゲームになってるぞ。え、何、どこだ。頭上のゲーム数今見たら357ゲームだ。強気。いや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 、なんでリセットされてないの。高設定の強気っす。いや、もう分かんなくなっちゃったよ、何ゲームから打ってんだか。大丈夫大丈夫、とりあえず当たるまで行くこと間違いないんで。とりあえず俺はチャンスを外しました。外れたんすか。そう、先輩がチャンスゾーン外しましたっていう発言してるの俺初めて聞いたかもしれないですけど。そうなの。チャンスゾーンとか言う、チャンスゾーンとか言う人じゃないですからね。まあ、基本的にチャンスゾーンっていう言葉を発生したのは生まれてから3回目です。ちなみにデカ、はいはいはい、今馬は何。馬はオルフェーブル。あー、結構馬が大事なんですよ。これどうなんですか。オルフェーブルは大したことないね。大したことない。大したことない。はいはい。あの当選率にもかかってくるんですか、これ ART の。なんかそうそうそう。あ、そうなんですね。もしくはその当たった後の、はいはい、その継続率だ、どのテーブルが選ばれるやすいとかっていうのも変
まで変わるんですね。もう言ってみればモンキーターンっすわ。あ、大好きじゃないですか俺。モンキーターン、モンキーターン、あの初代のモンキーターン。あ、初代か、初代は売ってねえわ。だから多分ね、今みんな今の話もし使われたらもう見てる人も結構意外だと思うんですけどね、はい、先輩はまあまあパチスロ詳しいですからね。うるせえ、うるせえ。あ、見えて、見えて、あ、見えてね。だからね、言いたい、特にね、若い新しくライター始めたいみたいな、僕も僕も面白いことやるぞみたいな、ハゲってやれ、ハゲちゃうお前、大事なとこで。アホかお前、いい話じゃん今。何邪魔してくれたんだよ。いやいや、思い出さないと、いつものゲッツはこうだったなと思って。誰かじゃん、どうしよう、先輩来るとなんかおかしくなってきちゃったから今、ちょっと原点に戻ってね。そうだよ、先輩はああ見えてパチスロ詳しいからな、みんな。ああ見えて詳しいってやめろ。やめんじゃねえぞと。そうだぞ、知らないわけじゃないんだよ。知ってるけど。全然フォローになってねえぞお前。知ってるけどやってるってこと。デカさんがね、尖ってた時代あったじゃないですか。いやいや、尖ってないからね。その時代を先輩は知ってるんですか。いやいや、多分、ね、先輩は見てました。いや、多分ほとんど見てないと思うな。何、もう終わったの。先輩のもう仕事終わりですか。いやいや、あれ返しがよく聞こえないなと思って。先輩もう仕事おしまい。先輩お願いします。今なかなか絡めない。俺のところで今マッチがなんとか絡ませようと手を差し伸べてもらって、返し聞こえててもらっていいですか。当たったんだよ、当たったんだよ。おかしいことになってんだよ、マスカッツルーレット。ちょっと待て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 、ヤクモに V が出てる。何これ何これ、当たってんじゃん、当たってる、当たってる、ルーレット開始まで3秒前。急に当たったわ、もう下に注目、下に注目。当たったんじゃん俺も。え、当たったの。いや分かんない、金の扉が出てんの、出走前に、出走前に金の扉が。なんだこれ、なんだ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 これ、走りかよ。なんだこれ、これ当たんなかったらやだな俺も。え、金扉。はい、あ、金扉ほぼほぼ当たり、出走前に金扉、当たり当たり、マコですよねこれ、マコの金扉、基本当たり。あ、やったぜ、早っ。マジかよ、いきなり。マジっすか先輩、マジっすか先輩、先輩、先輩、え、先輩、俺先輩20年やってて当たったのかもわかんないですか。いや、なんか不思議な動きをしてたこれ。なんだこれ、しっかり目に当たったって言いましたよね。いやちょっと待って待って、俺当たったぞこれ、俺当たったぞこれってしっかり言った。だって薬物に V ができて、あ、ルーレットなのか。そうかそうかそうか、これどうやったら当たるんだよ俺のこれ。お、今度は当たり、今度は今度当たり、あ、しっかり目は、しっかり当たった、ちゃんと当たりました。ほら来た、あー、2人とも当たった。オールフェーブル、先輩ありがとうございます。はい、当たりました、すごい当たりました。さすが、金扉はやっぱ当たったか。それ何、馬が違うと何が違うんですか。その要は、まあ、最初に ART 突入しやすい馬がいたりとか、その海外レースに勝ちやすい馬とか、あ、なるほど、いろいろあります。当たってからの性能が、まあ、連チャン率が違うみたいな。多分そのほらレースがどんどん G1 進んでいくじゃん、はい、で三冠馬とかはおそらくそのほらその3つのレース勝ちやすくなってるとか。あ、なるほどなるほど、うん、そういうのがあると思います。本当ね、みんな分かってたら、先輩はパチスロ詳しいんだよ。うるせえな、ハゲ、ハゲ。黙ってろ、この野郎。ハゲてねえってまだ。お前ハゲてんのかよ。ゆくゆくはハゲるだろうけど、まだハゲてねえよ。俺やってたけど知らなかったな。まだ知ってんだろ。ハゲてんの。カメラ回ってるところで帽子かぶってねえわ。ハゲてたの。ハゲてねえわまだ。これキャラが選べるな。誰ですか。え、それこそそれあれじゃないですか、エビス・マスカッツってセクシー女優の人たちみたいですよね。そうそうそう、え、面識ある人出てるんじゃないですか。何人かいるね。おー、すげえ。大体女2人ぐらいしかいない。いらん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 。もうどっちか分かんないから、いらんもう。本当に分かんないから。じゃあ梅谷選手が好きな里見エリアで。わからないですけど、僕梅谷選手が確か大好きなんだよ。へえ。どんな人、どんな最高。
これ今思ったんだけど、全員が全員知らないで打つと、どっち分かるね。そうだからね、俺は知ってましたよ。俺エヴァ取ってたのにな。どっち分かるね。誰かがエヴァを打てばレビンさんがそれはねって言われたんですよ。なればね。そうだね。だって別に俺これヤマトに対して誰もそれはねって言ってくれないもんだって。誰も。俺は打ったことあるよ。俺は誰も教えてもらえない。じゃあ何今教えてやる教えてやる。これ今波動砲波動砲。あ、ボタン出たよ。あ、外れた。波動砲波動砲って言いました。波動砲が出れば大チャンス。波動砲が出れば大チャンス。大チャンス。終わったよ。え、終わり？終わりです。66枚単発ってことですか？単発66枚です。やべえなこれ。連チャンはしとくんじゃないですか。単発終わった。さっぱりわかんないですね。さっぱりわかんない。誰も助けてくれねえよ。だから波動砲だっつってんだよ。波動砲いつ出んすか。だっていつ出るかとどうやって出すんすか。これいやー続いた3セット続きました。でトータル100枚 ART 終了。終わった。 ART 終了。100枚。まあまあ大差ないですね。俺の一発の66枚と。やっべえなおい。どうやって勝つんだよ。じゃあすごいっしょのあれないんすか、その先輩とデカの間に共通項ってないんすか。何かこれが好き。あるあるある。な例えば ライターであるとか。いやもう一番外側だもんそれ。もっといや本当ね、もっとコアなやつ。何年キャリア何年差でしたっけ。 2,3 年じゃない。僕そうですね18年目なんで。18年目目ですね。先輩は、いや俺がネギボート同じぐらいなのよ確か。ほう、多分 2,3 年先輩ですもんね、うん、多分。そうなんだ。そう考えると、いわばだからそのね、もうデカさんがもうあの切れたナイフのような銀髪を振りかざしていて、さっきから、そのフレーズがちょくちょく出てくるけど、ほらそのデカがそんな切れたことがあった。いややばかった。ほらほら、だからいやこれやばかった。これこういやいや先輩合ってますよ。そんなのなかったですよ。当たった。何これ。そんな時代はイスカンダルロードが当たりました。急に。あー来た。突然。それ何わかんない。でも明らかに当たりのような告知ランプだから。え、何連続演出すらなかったんだけど。やったー。これイスカンダルロードって書いておこう。え、当たった。当たりました。すげえ。みんなすげえな。何これ。じゃあいやいやメーター白だったんですよ。何にも溜まってなかったの今。何にも溜まってなくてレース行ったから当たるわけねえと思ったら当たりましたね。サイレンス鈴鹿。やっぱあれですね。サイレンス鈴鹿。やっぱあれですね。知らない台打つとそれはそれで面白いですね。知ってると絶対当たるわけねえって感じだもんね、今知らなかったからだな。いやまあそれこそね、その元の話に戻りますけど、先輩がその知らないねデカの銀髪時代っていうのは、いやいやだから本当悪くなかったの。こうやってハゲがね切れた狼っすよ。ちょいちょいこういうねシルバウルフするんだよな。シルバウルフ。それはネギボート悪かった頃。いやそれはまだその頃は悪くないです。いやまだとかねえから。その頃はまだとかじゃない。その頃はまだ。その頃はとかじゃない。遺恨なしです。何にもないからそれ。そのゆくゆく遺恨が生まれていって最後爆発するんですけど、その頃はまだ爆発しねえよ。もうこう言っても多分全然、ね、あの先輩は興味持ってねえけど今めっちゃ持ってるわ。もういやちょっとぐらいいいっすか。こういう話があったらあのちょっとぐらいいいっすか。いやでも気にしてもらってすごい楽しい。つい聞いちゃった聞いちゃった。この話持ち出してもう全く興味ねえんだったらもう距離縮まんねえわ。絶対無理だ。俺今日終わったらまたいつも通りだわ。でもいつも通りだわ。でもね
少なくとも俺とポロリの距離よりは俺とデカの距離の方が近いから大丈夫大丈夫ですか。大丈夫大丈夫、それよりは大丈夫ですか。大丈夫。ああ、それもそれよりは徐々に離れてってんじゃねえかよそれ。じゃああんだけ合ってんのにこれだ、これより遠いっつんだったら初期位置より離れてる。あいつとは一生分かり合えないからだからそういう集団の中にいると、うん、デカはどういう感じに思われてるの。いやもうだからもうあれですよね、いわゆるもう教育、 今やもう教育係の長みたいな感じじゃないですか。いやまあそうでしょうね、うん、中にいる人間としてはね。まあハゲがやらないじゃんそういうの。ハゲがやらないよ。すごい悪口だなマジで。あでもしょうがないじゃん俺だけすごい悪口言われてるだって違う、それは先輩の技だから。確かにね、しょうがないんだけど、なんか悪口とか増すからさ。そこやっぱブレちゃったらほら番組がブレちゃうから。いやなんか俺だけすげえズブリやられるみたいな感じになってるからさ。ハゲがさ、ハゲ何もしねえからよ。ハゲはね本当は言ってやってくださいよ。何もしねえハゲってもう終わりだよそんなハゲ何もしねえハゲなんて生きてる感じないだろ。ハゲてねえからなまずまあ、いわゆる僕がこう今日までの間このキャスティングが決まったから懸念していたのは、はい、まずねデカはデカのデカさんは何まずあんまの、まあ、別に好きな、それが好きな人がいるわけじゃない、いないと思うんですけど、はい、人に小バカにされるのが嫌いなんですよ基本的に。誰が何をされるデカさん、デカ小バカにされるのは。小バカ、うん、小バカにされるのは別に一人寄るよ、一人寄りますよね。人によるで人によってはすげえ拒絶反応が出るから。マジ切れるよねそれはね。一方その先輩はもう人を小バカにするのが大好物じゃないですかだからよ、だからでもそれは小バカにされないと俺はね、うん、縮まんないと思うんですよ。ウィン。だからそれをされてない段階で、うん、俺はもう相当距離が離れてるなって自分で感じてるわけです。いやだからじゃあそれを聞きましょうよ、だからなぜ先輩はデカを小バカにしないのか、うん、いや俺バカとかデカとか言ってるしだいぶ小バカにしてるんだけどいやまだあれですね、なぜまだちょっと違いますよね。やだな、なぜ優しくしてもらってる感じがしちゃうわ。優しくしてもらってる。ちょ待って、それカウンター狙ってるボクサーと一緒だよね俺が飛び込んだバゴン君だよ。やだよ。いや誰がカウンター狙って先輩に誰がカウンター狙うんですか。今もう今か今かと奥襟をつかもうと今待ってるきっかけさえあればね。そんなわけないっすよ。俺がと思えが俺が行った瞬間細とかりとかでしょやだよ本当に誰がすんのそういうのね。いや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 本当にね、そこがね、僕は目標ではあったんですよ今回は。目標多分この1回で普通に終わったら、もうないですよ。ないでしょうね。また5年後まで何もないですよ、ね、何もないです何かの折にね。いやないですね。何かの折に、もうじゃあまた木村さんに出てもらうかみたいな。ちょうどねバッチもいるしね、この回を逃したらもうないですよね。多分ですよ、まあ、まだ1時間ですわ、はいはいはい、もうねデカには申し訳ないけどね、はいはいはい、手応えとしてはのれんに腕押しかあるね。そうだよね、まあ、もうあれだよね、このまま終わって何もないよね多分。やっぱりねないでしょうね。やっぱり先輩の俺は怪我しないとこ感がすごいいや分かる、それは分かるよ。お前ハゲお前は俺をどうしたいんだこの場に呼んで俺をどうしてんだよおもてなしですよ、おもてなし全然おもてなし、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 なんだ俺。おもてなしですよ、おもてなし。いやだからね、これはね今日一日で足りんかも分からんね。足りんね。あ今日一日だよこれやっぱり。じゃあまた5年10年計画だね。これやっぱりねかかるかかるあここまでやっぱ15年以上かかってるわけでしょ。それを1日、ね、終わっちゃったよ。おい歌流れてたんじゃねえのかよ。歌流れたとこは継続しました。あ2年114枚出たね出たね出ましたよこれ。かなりねみんな100枚ぐらいで終わって。また俺も2回目当たったんだけど132枚で終わりました。これなん単発どうやって出すんだろう。なんで継続したかも分かんないし、なんで終わったかも分かんない。とここでたまには真面目な話もいかがですか。自由気ままなトークです。はいどうもトークのコーナーです。
トークのコーナー、トークのコーナーですよ。おしゃべりおしゃべりの時間なんです。なるほど、おしゃべりの時間がこの番組に挟まりましてですね、今日はなんと木村京太さんに来ていただいております。ついにですね、ついにですねというかゲストで来られるのがもうないでしょって話ですもんね。すごいすね、この番組に対しても、いやいやいや、すごいですね。朝からもうね、やっぱりどうしたんですか、あれディレクターさんのあれですか、それとも松本バッチのあれですか。きっかけはきっかけなんですか、まあ、俺でないことは確かなんですけど、きっかけ、あのこの番組に出演するきっかけですか。はい、そうです、そのゲストでって来た時に、ああ出てもいいなみたいになったんですか。いや別に声をかけていただければ、その全然空いてれば出ますけど、それが難しいんですよね、多分空いてるかどうかっていう。とにかくもう本気度合いが分かったんで、本気度合い1年先ぐらいまでのスケジュール、あどうなりますかって言われたら、それはまあまあじゃあここって本気やこれって思ったんで、どうしてもどうしてもって、確かに話がちらついたのは確かに1年前ぐらい。いやだいぶ前から出てましたよ、話は。だからそのディレクターさんの方から、はいはい、木村さんにオファー飛ばしてますかみたいな話、いや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 って言ってて、うん、でその後何回か来たぞみたいな、うん、やりとり1回あったんですよ。あまあなんか言ってましたそういえばみたいな。でいざ本当に決まると思ってなかったんで、ね、最近までは思ってなかったです、本当に冗談かと思ってましたけどまさかの。いや面白いです、その、ね、自分の番組以外のところに出させてもらうっていうのがいろいろ勉強にもなるんで。だからもうなんかすごいあれなんですよ木村さんが言うときにその、はい、じゃあ始めますってなって自分からは喋り始めるのすげえエンジンかかんないですもんね。俺まず何びっくりって、もうこれにびっくりしますか、カメラ。これ今4分割なんですよ。すげえな、結構皆さんびっくりするんですね、これ4分割で今お届けしてるんですけど、だからせっかくなんでこれにふさわしい話をしなきゃいけないと思うんですよね。これそう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 、4分割に何かね、なんすかね、聞きたいことをまずはないかなと思って、ね、いっぱいあるんじゃないですか。え俺急に急に聞きたい聞きたいこと、まずねここがないんですよ、共演させていただいたことがなくて、びっくりした、これはね木村さんにいろいろ聞きたいんですけどね。ただ1点、1回だけ昔モンドの方のパチスロリーグっていう番組で、はいはいはい、ご一緒させていただいた時に、まあ、ほぼまともな絡みができなくてですね、まあ、僕の実力がなくて、その時に暴挙を働いてしまったんですけど、まずそれを謝罪したいなと思って。何かよく本出されてるんですか、はい、木村さんは出される。その時にね、はい、なんか漫画かな、多分4コマ漫画みたいなの新書かな、はいはいはい、それをちょっと宣伝するというオープニングであったんですよ、その時間が。でも何か絡まなきゃいけないなと思って、全然面白くないですよこれって言ったんですよ。お今から出る新書しかも、はい、読んでればまだしも、いやもうそれありえないよ、ありえないけど、はい、読んでればまだしも、読んでもねえのにあんまないですね。ないですよね。ないですね。いやそれ先輩に対してね。すっげえもうすっげえあっさい変な、もうすっげえ軽はずみな実装したんですよ。そうなんです。それがもうずーっとそれ何年前ですか。相当前なんですけど。5、6年前、ね。いやもう本当申し訳ない。いや覚えてますか。いや覚えてないですよね。さすがにね。いや嘘ですよね。いやいや覚えてます。本当そうなの。多分。ってなったんですか。多分ね気にしたんで。いやでもね笑っていただいたのその時ね、いつもの笑いで笑ってたんですか。いやもう本当にその時はちょうど今俺出して出たばっかり。ああそうですね、ちょうど今本ね、多分その時の漫画っすね。それ新書なんですけど、ね、それですか。今回コミックスで最終のコラボ再編集して読ませていただいてね、ぜひぜひ。その本はどうですかね。何ですか。その本はこの本ムラムラ見てないですよ。数年越しにすげえつまんないっすよ。だこれはダメだから本当にダメだ。俺もいろいろ本当にあるから、いや一応あそこから一応成長させていただいたと思ってるんで、さすがそれないなって思って。ぜひぜひ。いやいやすごいっすね。それでもそれが、まあ、もちろんそれがきっかけではないんですけど、だとは思うんですけど、そっからもう全くないです。だからパタリなんです。でも俺そうなんです、別にレミさんがどうこうじゃなくて、あんま俺キャリアが上の人ってあんま絡んでないですよね、正直。確かにだって、まあ例えばガイドで言ったら俺より古い人ってほとんど番組読んだりとかないですもん。あらそうなんですか。だってまあバチとか、はいはい、そないですか。確かに、とかないですよ俺。その古い人って、まあ、バチさんと絡みないですか。ないですゲストにお呼びしたっていうこともないですし、それは何ですか。なんだろうな、まあ、やっちゃうからだね多分ね。やっちゃうでしょうね、多分。どうしてもわって言っちゃうやっちゃうでしょうね。敬って敬って敬って、ありがとうございました終わりっていうのができないんで、
っていうのが分かってるから多分。でもそうじゃないですか、見てる人が多分それは期待してますもんね、絶対木村さんで見てたら。それも多分やっちゃうんで、やるのが必要になっちゃうんで、その例えば石本生駒さん、曲がったレミンさん、ガイドもその上の方っていうのは俺あんま絡んでないですね。確かにそういう意味で別にレミンさんがどうこうではない。いや本当にそこはサンスケでなくていいですよ、後輩なんで思いっきり。そうなんですよ。いやいや本当に後輩だけど、まあ雑誌で言ったらいわばもうそのマガのもう全然てっぺんとこにいるわけじゃないですか、篠崎さんとレビィさんと。いやいろいろほら背負ってる人を勝手に勝手にってなると、まあそれは確かに勝手にほらつまんないとか言っちゃうと完全に来ましたね今、軽めにガッと来ましたね今。面白くてな、呼んでも面白くなるっていうのは冗談だけど、まあ多分そういう理由ですって。あ、本当ですか。こういうのがないのはあんまり。あらららら、ぜひ。俺は嬉しいですけどね、こう来てもらってね。どういう感じなんですか。まだまあ本人聞いても分からない、実際のところは。そのこう自分のその要はマガジンの下の子たちをやるときはどういう感じになる。いや、いつも通りやろうとされてるんですよ、はい、レビィさんは。やるのよ、まあ、ボケたりするのをやれって言われたらやるんですよ、はい、いわゆる、まあ、だから本当しょうもないこと言ったりするじゃないですか。誰もあの強く突っ込めないんですよ。だからね、そうそう、じゃあそれが彼できるから、はい、なんかここはまあうまくいくというかあれなんですよ。もっとその下が頑張らなきゃダメよね、そういう意味では。だって上は変われないんだから上は変わらない、変わらないんだから、変わらなくていいんだから、はい、下が頑張んないと。なんかおいってやってもらいたいんです俺も。むしろ下って誰、ちなみに名前のあるところっていうか言う、名前のあるところは少ないんですけど、まあ、トニーが、トニーがまず、あれ真面目すぎもんな。トニーがね、もう真面目すぎちゃって。確かにトニーさんと共演してる。トニーさんの印象はどうなんですか。あ、そうだ、はい、トニーお邪魔してますよね多分。これ言っていいのかな。はい、全然。旅打ちオファー出しましたよ。あ、本当ですか。あら、俺もね、ちょっとだから言ってるじゃないですか上の方はっていうちょっと俺何も呼ばれてねえの。トニーさんって、ええ、いわゆる押しても引いても同じとこにいる感覚ないですか。なんかなんとでもいるいるなりそうな。いるいるいる、多分、はい、いや俺だから面白くなんじゃねえかなっていう可能性を感じてて、だからオファー出したんですよ。なるほど。木村哲人すげえなみたいな感じで終わりは。やだそんな。やですよ、やだよ今なってますよ。でもこのまま終わったら完全に。じゃあ一個言うと俺昨日初めてうんこ漏らしました。俺ほんとびっくりして。いや本当なんですか。おしっこして、俺なかったんですよ。あの物心ついてから話ですよ。おで、おしっこ普通に立ってしたらしちゃったんですか。プリッと出て、あ、これおならじゃないと。で、急いで、あれだったって、そのもう間に合わないっていうやつじゃないんですね。いや、そうそうじゃない。おしっこ、調子悪かったんだよね。あのジンギスカン生で食いすぎて。北海道行ってたから。そうそう。で、急い、来店中だから。店で、店で。そうだよ、そうだよ。で、やばいじゃん。どうしようもない。やばい。で、もう替えのパンツもないから、こう台の方で。こう脱いで、ウォシュレットで洗って、パンツ捨てて、そこからノーパンで実践したの。ノーパンです、ずっとノーパンです。うわぁ、ことがありましたけど、皆さんも気をつけてください。本当気をつけましょう。替えのパンツから持っといた方がいいですね。でもあれですね、年ですね、多分。年じゃねえっつうね。そうじゃん。だから活躍金がもう緩くなってんすか。活躍金がもうそうなんすか。40代。いやもうこれこの作業もう絶対自分のアナル自信持てないですね。本当に信用できない。もうああ今日これへだろ、信用できない、へだろって思ってブッとしたらねえあれあれってということで、今回のフリートークはここまで。続いては気になる実践の模様です。それでは実践の始まります。以上です。先輩やってる番組で返しついてる番組ってありますか。あるよ、パチンコ番組とか。だからそれ並びで打つよ。ああ、なるほど。俺やっぱこれあると、俺悪口言えないんだよね。要は聞かれてるんだよね。俺完全に牙抜かれて抜かれてんすよこれ。牙を抜かれてちょっと姉やろうって言えないんでね。そういうことですよね。確かにね。まあ悪口言えないっていうか、別に言われてない感覚ないですけどね僕は。まあハゲはそうだよね。誰がハゲだよ。いない時に言うってやつはマジなやつじゃないですかそれ。マジなやつですよ。
完全マジなやつですよね、それ。先輩は全部マジで言ってますからね。言ったことに対する責任は取る。マジだからっつって、うん、俺嘘ついてねえから。挨拶は飲まない。文句あんなかかってこいっていう。配達マンは飲まない。あら、満タンになりました。あ、当たった、当たりました。いや、レインボーになりました。うぇい、ボーナス引いたらやっぱりやべえ、当たり確定、当たり確定っすよ。なんか面白そうっすね、意外と。強いな、そんなに軽くないよ、当たり。レインボーになりましたよ、普通に。三冠候補ってなってます。ただね、負けてるよ、思いっきり。あ、負けてる、負けてる。単発でだって66枚とかいってんだから。そう、だから、あの、先輩はあんまりデカとその実践番組とか、あの、取った経験がないから、あんまりイメージないと思うんですけど、はい、デカはパチスで出さないんですよ。もうダメじゃねえか。そんなことないっすよ。あ、まあね、すげえ詳しい、すげえ詳しいっすよ。すげえ詳しいし、もう辞書みたいな細かさなんですけど、でも出ねえんすよね。出ねえんだよね。出ねえんすよ。職業パッションライター。職業パッションライター。パッションは出さない。パッションは出さない特技ですか。あの、見せられない。見せられないんすよ、俺は。見せられないっすよね、マジで。分かってる、出る時どうなるか全部知ってる、ただ見せられない。いや、本当そうだね。タッチの悪いキャバ嬢みたいなね。やらせないと。やり方だけはめちゃくちゃ知識はあるんですよ。その知識は、ね、そっちの知識あるんだけど、やらせないっていう。やり方は分かってる。一回だから、あれしてみようかな。じゃあ仮ですよ、こんだけ回数ついてて、もうずーっと喋ってるわけ。もうこれを一回、僕がじゃあ1時間じゃ僕なしだったら、2人は対マンだったら何の話するんですか。何の話、サシだったら。サシやったら、そう、昔話だよね。ああ、でも聞きたい、そういうの聞きたいっすよ。俺ね、絶対見てた人たちは、俺は、俺、木村さんがね、はい、こう、まあ大スターなわけですよ、今ね、でもこうなる前、まあもちろん人気はあったんですけど、昔本当に雑誌でっていう木村さんの時に、上野にね、ちょいちょいお見かけしたんですよ、上野で。ああ、はいはいはい、ショールームとか。もう本当ね、もう今潰れちゃった店とかでね、はい、ゴッドをちょこちょこ売ってたのをね、よく見てたんです、僕は。はいはいはい、それが今やもうこれでしょ、もう完全なる大スターみたいになっちゃって、あの、なんつう、下積みって言ったらおかしいですけど、あの、本当に売ってたんですよ、上野に行くとガイドの人が大体いるっていう。はいはいはい、今ないじゃないですか、そんなの。まあ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 、ね、みんな忙しくて、それがね、その時代は結構、あの店で永武さんいるっつって、仮面ライダー V3 の中リーチ目をね、ひたすらビタ押しで止めて、メモってる。で、木村さんはちゃんとゴッド打ってんすよ、前目押しができないから。うるせえな、俺。いや、だからそういう時代から俺は知ってるんですよ、そのハゲの知らない時代から。まあ、僕はまあ読者としては見てましたけどね。でしょ、だけどそういう裏でちゃんと、ね、しっかり皆さんやってますよっていう時代から。あの木村翔太君もデータを取ってたんだ。そうなんです、そうなんです。その時代から見てるから、はい、なんか悲しいですよね。悲しい、あんまり絡みがないのはやっぱり。あ、なるほどね。そうなんですよ、お互いその攻略史全盛期を支えた。もうそのあれじゃないかと、だから俺も、あの、本当に来てるから言ってるわけじゃないか。毎回言ってるのはガイドの人たちは、すごいふざけてるように見えて、ものすごいその基礎がやってると、めちゃくちゃしっかりしてるから今売れてるんだよって話はするんですけどね。で、いわゆるその木村さんとかを見て、俺もああいう風にテレビで喋りますみたいなやつがマガジン入ってきて、そうなんです、テレビさんに舐めてんじゃねえぞって言われるっていう、ね、適当にやってりゃいいみたいな、それとは違うんだよお前ら。違うんだよ、よく言ってる。先輩はパスを詳しいんだよ、ちゃんと売ってんだよ。が言えば言うほど嘘くさくなんだよってな、この野郎。いや、本当に皆さんやってますからね。やってますからっていうことですね。本当にその上で一周回って今の状態ですからね。デカはそういう時話しかけたりしたかったんですか。いや、俺まだもう全然本当に、まあ今もあれだけど、あれ、そんなにあれだったから、多分知らないんじゃないかと思って。あ、向こうが。そうです、そうです、なんか迷惑だなと思って喋んなかった。いや、そもそもガイドとマガジンです。あの頃もうバチバチだったね。確かに、それがありましたね。確かに、だから僕はそれ読んでた時代だから。だからそうなんだ、入った時からもうそういう状態じゃない。そんな声かけるなんとと北斗だよ。うん、まさにその感じだった。確かにそうですね。あれがまた面白かったんだよな。どっちが北斗ですかね。本当にね、
昔そうですね、確かに。いやだから僕はね、そういうなんかセンセーショナルなやつ、そのそもそもあってもいいんじゃねえかって思ってるんですよ。え？大事件みたいな。必要っすか？いやいやいや、俺は逆に、みんな一緒になっちゃえばいいんですよ。そうそうそう、そういうこととか。ああ一緒になるのは俺賛成ですね。いやもうだからそれやるとしたら俺雑誌の人と一緒になった方がいいと思うんだ。俺先輩しかいないと思うんですよ。いやいやいや違うよ、もう要は、俺らがその戦ってる場合じゃないと思う。そう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 なんですよ。だから全くそこ同意見ですね。名前なんか何でもいいから一緒になって、ね、お互いのそのストロングポイントを集めて、で戦うべき相手は違うんじゃねえのっていう。そうそうそう、そのいわゆるもんね、いや嬉しいな。でも先輩がプロレス界みたいな、そうそう、ああいうのがね、もうそろそろあってもいいと思うんですよね。マジかと。でもう各社発表しますって、もう生放送でやる。そのねど真ん中にいるのもそうだった。それは今だってもう先輩がやるしかないじゃないですか。俺はいいや。やんねえんだそこは。ふざけんな。そこまで言っといてやんねえ。見守るよ。誰が誰がやすか。先輩やめる。誰がやすか。ダメ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 。バッチ。頑張れよ。ふざけんな。やだよ俺。そこはデカとハゲ。やだよ。デカとハゲ。俺はないでしょ。全然受けなきゃ。わらわらって沈んでいくとか見られるんだ。で脇は武道とポロリが固めるから。本気出したらやべえぞっていうの。先輩が本気出したらやべえぞって。だからやっぱ先輩がまとめるしかないんじゃないですか。先輩が舵を。ちょっとね、今それどころじゃないんだよこれ。今それよりエビスバスカッツってどういうことだよ。カモン。今の話よりエビス。来たそこは全然聞いてねえよ。絶対ごめんだねって思ったの。絶対ごめんだね。めんどくさいねって感じだ。2回目の旗上がり来ましたよ。来た、旗上がり来た。お、激アツって出た。え、激アツって出たけど俺もさすがに当たるんじゃねえかな。さすがに当たるでしょこれ。あー、デカップしてよ。はい、来た。どう、私も2回目の旗当たり来ましょ。あら、あ、俺も当たってるからね、そういえば。あ、4回目の当たり、41ゲームで当たります。それは高設定なんじゃないかな。あ、本当ですか。めちゃくちゃ簡単に当たりますよこれ。いや本当にそんなあの軽くないよマジで。本当ですか、ほぼ朝速攻当たって158、127、41で当たってます。すげえ。すげえ。あれ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 、ああ V、 なんだなんだなんだ、確定 ART 中に V が止まって確定。何が確定したんだ。え、あ、多分継続が確定ってことかな。ストゾーン、ほう、ほう、特化ゾーンに行って120ゲーム乗りました。あ、え、めっちゃ乗ってます。めっちゃ乗ってます。3桁乗ってる。あら、さっきの確定は継続じゃなくて特化ゾーン確定みたいだった。なんだ、
何何何何誰乗ってんのそれ。え、いや俺がさ、はい、また単発だったんですよ4連続で、ええ、でまた終わってなんかコスプレ完了してまた当たりましたねこれ17ゲームえ、また初当たりですか。初当たりです。うそ、17ゲームで当たりました。またすげえ、本当に上なんじゃないですか。なんかボーナス引くんですよ終わってすぐで、なんかそこでチェリーいっぱい引いてコスプレ成功みたいになって当たるんですよ。コスプレ成功で当たるの。でも30ゲームなんだねやっぱりね、初期ゲームほとんどが。なんか4連単だからさ、たまには継続してくれよ。ああ、初めて勝った、初めて勝ちました。単発回避終わるじゃないか。2連終わり、終わりました。あら、なんか開始画面がすげえ強かったのに、すげえ初当たり引いてるのに189枚。ダメだなこれ、出ないな、出ない。一応チャラぐらいになったのがこれ。え、それでもチャラぐらいにはなったんですか。チャラがちょいプラぐらいになってるんじゃないですか、初当たりが早いから。投資何本ですか。投資6000円。あ、6000円なんだ。まだ6000円で今400枚ぐらいに。あ、波動王チャレンジだって。ほら来た、バトル勝利で突入。これだ、ついに来た、本当に来た。8000枚チャンス、バトル、マジかよ、超大事じゃん。期待枚数すげえ、8000枚。バトル勝利で波動王チャレンジ、いけ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 。うわ、負けた、ハゲ、ハゲ、誰がハゲや、お負けた。いけいけいけ、終わったのもう。負けました、すげえあっさり。はや、多分あれだな、あそこが、いや、いわゆるあのね、多分そこは、はい、あれなの、ハゲてっからだと思うよ。ハゲてねえって、ハゲてねえって、まだほんとにね。ラストバトル、あー負けた、あー終わった。でもエンド画面がなんか賑やかなやつ。それで何枚、327枚、4セット327枚。先輩今何枚持ってるんですか。これ今369。369、残りゲーム数何ゲームですか。46。終わるね。油断してって終わるねこれ。ただあの連チャン性能もあるから。ああなるほどなるほど。継続の可能性もある。そう、今にも終わりかけじゃねえかと思って。当たりましたね。え、また101ゲーム。一発目のレースで勝ちましたね。なんか天国みたいなのあるんですか、ね、なんかあるのかいね。さすがに引きすぎじゃないですか。なんかそうね、普通に勝ちました。またノーチャンスアップで最後のレース。そろそろデカめのやつ持ってきてもらってもいいですか。ちょっとあれがデカくなってるからゲーム数デカいのかな。50ゲームぐらいあるのかなこれ。40、それでも40。ゲーム数がハテナになった。あれ落ちた。え？急に。
急に終わりましたけど、あれ継続うんぬんの話どこ行ったんですか。どっか行っちゃったよどっか行っちゃったよこれ。あれ、え、継続するかもよみたいなジャッジメントすらなかったってことですか。ない。あー、あれだ、やっぱラブジョンみたいな感じなんですよ。そこにそこで出たからといって継続確定ではないけど、急に継続タイプじゃなくなっちゃったの、ね、なんだ、出ないこともあるってことです。おかしいな。ただなんか強い演出に発展して、いった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 、え、あ、 ART 戻りました。え、あら、初当たりですか、引き戻しみたいな。いやー、何なんだろうね、なんで2人ともそんなに当たるんですか。いや、むしろなんでそんな当たんないの。いや、当たんないです普通そんなに。やっぱハゲてっから、ね、いやまずハゲててし、ハゲてても当たるし2段階で否定しなきゃなんねよマジで。デカはもう終わったんすか。そうなんだよ、だからずっと単発なんだよ。もう終わったの。なんだよ、もう全然続かないんだけど、もう、え、そんなないなの。6回当たってて5回単発で1回2連なんですよ。いくらなんでもそれはあれでしょ、弱すぎだし。まあ俺がだっておそらくそのセンコレとかモンキーターンとかに近い内部システムなんですよね。いやー、ひどいなそれは。ちょっと見せられてないよねこれ。まただってそれがデカの特徴でしょ。そうです、そうなんですそうです。なんかそうなんですよ、お前ふざけんなよみたいな感じなんですよ。この台どうやって出んのみたいな風になっちゃうんですよああワープチャンス、チャレンチャンスゾーン当たった。出る、あ、もう一個ぐらい引いておきたい。あー、アウト。当たんねえかなー。あ、当たった、当たった、ラッキー。しゃ、きたきた、3回目のエスカンダルロード、チャンスゾーンから当たりましたよ。追加投資が1000円。あ、ボタン出なかった、負けた。あ、やっぱ明確に何パーって知りたい派かな俺はな。継続が好き、今この状態この馬でこの色だから何パーって知りたいな。絶対俺すごいの外してると思うんだよ今。下手したら出てる可能性ありますよ、ね、すげえ熱いやつとか外してんだよ多分。2人は飲み行ったりするの。いや、もうあれです、出川が一滴も飲まないんですよ。あ、そうなんだ。そうなんですよ、そこもあんま良くないところでね。麻雀とかやらないですよ。やらない。あとなんだね、これらは縮まんないだろうね。あれはゴルフ、野球、ゴルフ、野球も聞いたことない。やらないですよね。あ、ハゲはでも行ってるでしょ、ちょいちょい。僕ですか。何にですか。飲み行ったりしてるでしょ。ちょっと待って、僕ですかってさ、ハゲは一人しかいねえからな。なんで認めないのそこ。そのあだ名受け入れないって体制をまだもう前半終わる際までまだやる。今疑問っておかしくね。この後に及んで。今のは、あの俺が普段違う人にハゲつってるみてえじゃねえか。そうなると言ってねえからお前。確かにおかしい。ただ今のは聞こえなかっただけ。あ、聞こえなかった。そういや、ハッツは大体お前だよ。頭文字はお前だよ。僕ですか。他にいねえだろってなる。それは正論、それは正論ですけど、今のはただ聞こえなかっただけです。聞こえなかったね。だデカがあれ麻雀覚えたらいいじゃないですか。あれ分かるよ、手とかは。あのなんとなくは
じゃあやろうよやろうよ。なんとなくわかる。あ、なんかすげえの揃ったんですけど、これなんすか。プレミアム。先輩これなんすか。先輩青いの、青いの揃ってきて、やばいやつですか。青いの揃ったんですけど、うわーそれやべえ。48000ずっとそれしか聞いてる。48000ってフラグにすると何個あるんだ。割り切れないんだけど。え、何にもないってことはないよな。お、え、嘘だろ、チャンスゾーンが出てくるの。マジかよ。もうチャンスゾーン出てきちゃった。え、あれ何、え、あれ揃った上でまだ ART 当たんねえんだ。いや、きつ、これ外れる可能性あんのかな。全然外れそうだけど。外れるわけねえじゃん。そうっすよね。そんな演出が。そんな気はしてるんす。外れましたね。さよなら。確定じゃないんだ。え、あれチャンスゾーン確定なだけなんだ。わあ、そうなんだ。切ない。ご飯行って流れ変えよう。そうしましょう。まずいまずい。さあ、というわけで今日俺恵比寿松ガッツ打ってるんですけど、投資が1万2000円でなんかふわ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 続いて今1000枚ぐらい出てるのかな。なんでプラスではあるんですけど、すごい残念なお知らせがあります。あの、今日データ取ってくださいって言われたんですけど、打つのに夢中、話すのに夢中で俺これしか書いてないですね。やばいっすね。すげえ怒られそうな気がしないでもないですけど、 85ART4000円、3セット100枚、394ART8000円しか書いてないっていう。大丈夫かな。後半は頑張ってデータ取りたいと思います。はい、前半戦終了いたします。ちょっとね、投資が1万9000円で、がっつりマイナス3枚なんですけども、後半戦このチャンスをぶっちゃってて半分ぐらい取り戻してからあとは考えます。お疲れ様でした。はい、僕はですね、G1 打っておりまして、ただ今全部飲まれたところなんですけど、初当たりが良かったんでまだ投資6000円です。で、まもなく天井というところで、後半戦頑張りたいと思います。ここで前半戦が終了。結果はご覧の通り、全員知らない台を打ってるけど、サマエは可もなく不可もなくかな。もしかして後半戦もこのまま行くの。そして視聴者の皆さんにプレゼントする景品を是が非でも欲しいという方は、今すぐこちらのサイトにアクセス。何が欲しいかは選べませんが、皆様のご応募をお待ちしてます。それでは次回。